こんにちは、太田くるみです。今日は私が普段どんなものを持ち歩いているのか、バッグの中身を紹介していきたいと思います。結構いろいろ持ち歩くので、最近トートばっかり使ってます。財布は、タイムリーに1週間前ぐらいに変えたばっかりなんですけど、セリーヌのミニお財布を使っています。1回ミニを使ったら長財布に戻れなくなってしまいました。スケジュールは手書きで書きたい派の人間なので、必ず毎年手帳を買っています。これはロフトで購入しました。2019年のスケジュール表なので、まだ何も書いていないんですけど、書くスペースがめちゃめちゃ多いので気に入ってます。ちなみに余談ですが、このシグヌの 0.28 のボールペンが大好きで、私がたまにあげる絵とかはこれで書いてます。サングラスはあまり視界を遮らないものが好きなので、MCM の半ブラウンくらいの透け感があるものをずっと使っています。ノイズキャンセリングヘッドフォン、私はこれがないと生きていけないです。カフェとか行った時に周りの音を本当に遮断してくれるので、自分の世界に入れます。 iPhone ケースは実はこれトートバッグとお揃いで自分で作ったものになります。使っているのは iPhone X ですね。最近はインスタの写真もこの iPhone で撮ることも多いです。こちらはモバイルバッテリーです。私は iPhone もよく使うし、カメラもすごくよく使うので、こういうバッテリーは必需品です。メイク直しはあまりしなくて、なので必要最低限のリップだけとかを持ち歩くことが多いです。こちらは RMK のリップグロスです。最近赤リップにこのブルーグロスを重ねるのにすごくハマっていて、なのでこれを持ち歩いています。全然ちょっとカメラに映ってなくて申し訳ないんですけどこの3のリップジャムは、前回のゲットレディウィズミーで使ってたやつです。これはベージュ系のリップに重ねると深みが出てめちゃめちゃ可愛くなります。お次はイソップのハンドクリームです。これちょっと蓋が調子悪くて閉まんなくなっちゃってるんですけど、毎日の食器洗いとか洗濯とかご飯作るとかで、すごく最近手が荒れやすいので、ちょっと奮発していいハンドクリームを買ってしまいました。ちなみにこのクリアポーチは無印で買ったものです。このイソップのハンドクリーム結構大きいので、今まで使ってたポーチに入んなくなっちゃったので、これにボンボン入れてます。次もハンドケア用品ですね。これはウカのネイルオイルです。私はもうここ数年ずっとジェルをしている状態なので、もう爪がかなり薄くなっちゃってるので、オイルでちょっと慰め、コスメキッチンで買いました。香りもいい感じです。このシャネルの赤リップはなんだかんだ私が一番使っているのではないだろうか、多分一番登場頻度が高いです。そしてこちらのイプサのリップは、さっきの赤リップよりさらに深い色になるんですけど、秋冬にぴったりなので今持ち歩いてます。瓶の香水を持ち歩くと重いので、持ち歩きには練り香水を使っています。白のサボンという香りです。これ嫌いな人いないでしょってくらい爽やかな香りです。仕事の日はこれにプラスしてカメラ、パソコンも持ってます。肩がガチで死んじゃう。
上私の持ち物たちでした。何かいいものはありましたでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。